大きいな。船とはえらい違いだ。待て、そういえば花組って女の子ばかりだよな。ということはこのお風呂は女湯。いけない、早く出よう。知らないこととはいえとんでもないことをしてしまった。というよりこんなところを桜にでも見られたらどうなることか。ふう、よかった、誰にも見つからなかったな。急に呼び出しなんて。揃っているわね。みんなに伝えなければいけないことがあります。どうしたんですか？上層部からの通達があったわ。実績を出さないと花組、いいえ帝国歌劇団を解散させるという話を。解散って解散なんですか？決まってるじゃねえか。お前らが弱いからだろ。君は？神山くんは初めてだったわね。紹介するわ。上海歌劇団の隊長ヤン・シャオロンくん。それに隊員のホアン・ユイさんに。ヤン・シャオロン、ホアン・ユイって君は？お前はさっきの変態！変態じゃない、あれは不幸な事故だったんだ。うるさい、近づくな、この変態。神山さん、一体何をしたんですか？何があったのか知らないけど、いい加減にしてちょうだい。ユイ、お前も落ち着け。ごめんなさい。さくらも落ち着けよ。実績がなければって話なんだろ。要はそいつを作りゃいいんじゃねえか。それです、実績を作りましょう。でも実績といってもどうすればいいんでしょう？それはやっぱり歌劇団対戦で優勝するしかない。それなら無視はできないはずだ。おいおい、本気かよ。いえ、神山さんの言う通りです。優勝、それしかありません。そうね、優勝できれば言うことなしね。そんなの無理ですよ。一回だって勝てるかどうか。そいつの言う通りだぜ。お前たちが優勝できるわけがない。なんだと？大きな口を叩いたところでお前たちにそんな力はないんだ。大会には世界各国の強力な歌劇団が出場する。お前たちの出る幕なんてどこにもないぜ。隊長の言う通り、恥をかかないうちに早く逃げた方がいいね。逃げたりなんてしません。舞台一つまともにできないくせに。それでも私たちは
さくら。俺たちは必ず優勝してみせる。神山さん、決まりね。は？本気で？本気で優勝する気なんですか？シャウロン隊長、ご足労いただいたこと感謝いたしますわ。でも花組の運命は花組が決める。そうよね、神山くん。はい、頼んだわよ。それじゃあお二方、お送りしますわ。ち、はいはい、せいぜい頑張ってくれよ。歌劇団大戦で優勝、はあ、解散か。ちょっと、どうしちゃったのよ二人とも。ここが頑張りどころじゃない。なんでため息ばかりついてるの？そんなこと言ったってな。やっぱりどう考えても無理ですよ、優勝なんて。違うよ、できるよ。今こそみんなで頑張らなきゃダメなんじゃない？さくらの言う通りだ。ため息ばかりついていてもしょうがない。そうです、みんなで力を合わせましょう。優勝は無理かもしれない、でもやるだけのことはやろう。無理って、隊長までそんなこと言って。そんな気持ちで、思いで、本気で帝劇を守る気があるんですか？さくら、やるだけのことはやろうって。仕方ないだろう。それ以外にどうしろって言うんだ。仕方ない仕方ないって、そんな中途半端な仙人さんなんて嫌い、大嫌い。さくら、さくら。何の用ですか？そんなに怒らないでくれよ。少し話をさせてくれないか？怒ってなんかいません。私はただ自分が不甲斐ないんです。コウマとの戦いもユイさんたちに任せっきり。偉そうなこと言っても何もできない。こんなんじゃ私全然ダメじゃないですか。ダメなんかじゃない。さくらは誰よりも頑張ってる。俺はそれを知ってる。それでいいじゃないか。違うんです、それじゃダメなんです。やれることをやるんじゃ、それだけじゃダメなんです。できるまでやるんです。どこまでも叶うまでやらなきゃ。
さくら、君はどうしてそこまで。さくらさんがいるから。何？新宮寺さくらさんがいるからです。新宮寺さくら。私小さい頃、新宮寺さくらさんに助けられたんです。コウマに襲われた私の前にさくらさんが颯爽と現れて、一瞬でした。ただの一刀でコウマを倒して、それが忘れられなくて、私もああなりたい。さくらさんみたいに強くて美しい、そんな女性になりたいって心の底から思ったんです。それが私の本当の夢だから、私の夢は全然叶ってないんです。帝国歌劇団に入ってもこんなんじゃ本当ダメダメだよ。私、さくら、すみません神山隊長、私もう寝ます。神山隊長、私です。さくら、どうぞ、空いてるよ。あの、その昨日はすみません。気にしてないよ。でも私、いいんだ。その写真、軍艦ですか？ああ、前に乗っていた特務艦マリシテンだ。さまざまな海上任務を受け、艦長として南方に行っていたんだ。聖兄さん、艦長なんですか？すごいです。でも、もう沈んだ。停泊していた港の近くで客船がコウマに襲われたんだ。だから助けに行った。でもこっちの兵器はコウマにはほとんど通じない。時間を稼いで客船を逃がすので精一杯さ。そのうち機関が止まって総員退艦命令を出した。そういえばあの時助けてくれたのは上海歌劇団だったな。そんなことが。ま、客船と乗員を守れたので十分さ。そう、あれは仕方なかったんだ。聖兄さん、これは一号魔衆警報。まさか銀座にコウマが。いよいよ出撃か。よし、行くぞ、さくら。了解。Thank you.
コウマは銀座に現れました。帝劇の目と鼻の先です。上海歌劇団は横須賀方面に現れたコウマに対処中や。戻ってくるまでにはちょっと時間かかるで。コウマが複数の場所に出現、今日は多いですね。上海歌劇団が戻ってくるまで我々がコウマを抑える必要があります。ですが俺の期待はまだ。神山君はここから指揮を取ってちょうだい。了解しました。神山隊長、私たちがいます。大丈夫。俺が戦えない分、みんなよろしく頼むよ。準備はできたようね。神山君、出撃命令を。よし。いろいろ言いたいことはあるだろうが、さくら、今は戦いに集中だ。はい。雑念を戦いに持ち込む気はありません。私にできる全力でコウマを撃ちます。言うまでもなかったようだな。よし、帝国歌劇団花組出撃だ。了解。この剣で平和を切り開く。天宮さくら、参ります。なんだあの敵は。あれもコウマなのか。あれはクグツ騎兵よ。魔力によって生み出された機械の敵ですわ。一体一体はそこまで強くはないけれど、複数で囲まれたら厄介な相手よ。天宮さん、あなたは天劇前のコウマを倒してちょうだい。了解。私とクラリスは敵を倒しながら逃げ遅れた人がいないか確認する。さくらさん、天劇の守りはお願いします。任せてください。行きます。あ、そこ。
なんてすごいじゃないか、さくら。これくらいできて当然です。私は帝国歌劇団花組の隊員なんですから。大したものだよ。よし、機体の損傷に気をつけて、引き続き頼む。さくら、やつの攻撃には気をつけろ。了解。危険だ。漁師探知機で自分の周囲の確認は怠るなよ。了解。今なら雨宮さんの必殺技が放てます。よし、さくら、必殺技で目の前のコーマを一掃せよ。撃破を確認。さくら、本当によくやったな。はい、私やりました。隊長さん、こっちも終わったぜ。生徒のみんなにも被害はなしだ。私たちもやればできるんですね。ちょっと自信がついちゃいました。みんな本当にお疲れ様。神山くんも初めてとは思えない良い式でしたわ。さあ、戦いは終わりよ。雨宮さんたちも帝劇に戻ってきてちょうだい。魔月空間展開。ハツホ、クラリス、どうした？無事か？後部の量子水晶が反応しねえ。ダメだ、動かねえよ。ここはどこなんですか？私たちどうなっちゃうんですか？落ち着いてくれ。今こちらでも分析してる。
銀座大通りのカメラと接続回復しました。映像出ます。これは銀座大帝国劇場周辺に強い揚力でできた空間が発生しているようです。そして私たちはその中に取り込まれました。揚力でできた空間だって、コーマにこんなことができるなんて。神山隊長、私の後部は何とか動きます。さくら、一人では危険だ。退却しろ。退却って、でもどこに。この空間から出る方法を見つけないと、先に進むしかありません。行きます。閉じ込められました。量子探知機に反応があります。空突き兵、さくら、注意して戦うんだ。よっ、はあ、そこ、っ、もらった。えい、っ、えい、っ、そこ、えい、っ、だ、はあ、えい、さくら、お前、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。大丈夫だよ。ありがとう、二人とも。そこ、えい、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 これで、せい、そこ、大丈夫か？霊力だってもう。心配無用です。まだ大丈夫。けどよ、お前一人じゃ。それでも私がこの空間から出る方法を探さなきゃ。よっ、っ、私の限界、行きます。行きます。さくらさん、上海狙撃団がきっと来てくれます。それまで待ちましょう。待ってるだけなんてできないよ。私がみんなをデートを守らなきゃ。
なんだあの敵は。敵倒さなきゃ。さくら、もういい。撤退して上海歌劇団を待つんだ。いいえ、私は戦います。この胸に正義の火が灯っている限り。よっ、行きます。装填に咲く花が敵を撃て。このくぶつき兵は攻撃を盾で防ぐようです。さくら、後ろに回り込んで攻撃するんだ。了解。そこ、えい。やった。すごい、さくらさんすごいです。やるじゃねえか、さくら。よくやったな、さくら。はい。さくら。まだです、まだやれます。さくら、君はなぜそこまで頑張れる。この程度に済むみんなのため、栄光ある花組の名を汚さないため、そして何より私自身の夢のために。指一本でも動いている限り、私は絶対に諦めない。さくら、逃げろ。酵母を捨てて逃げるんだ。上海歌劇団参上。助かった、よかった、さくら。何が助かったよ。やっぱり役に立たない連中ね。やっぱこんな程度か。帝国歌劇団とっとと解散しちまえよ。だぞこの野郎。解散なんてしません、絶対しません。口だけは達者だが、そんな無様ななりで何ができるんだよ。諦められないって言うんなら諦めさせてやるぜ。ちょっと待って、シャオロン。ああ、サクラ、私はあんたが嫌いじゃない。あんたの平和を愛する気持ち分かるよ。あんたは頑張り屋さんの本当にいいやつ。でも帝国歌劇団なんかにいたらダメになる。上海歌劇団においでよ。上海歌劇団に。そう、上海歌劇団で一緒に帝都の平和守ろう。私の夢は新宮寺桜さんにいた帝国歌劇団で悪に立ち向かい正義を貫くこと。あの時さくらさんに助けられたあの日から夢を忘れたことは一日だってなかった。その夢があったから私は歩いてこられた。その夢があったからいつだって前を向けた。その夢に支えられて私は今まで生きてきた。だからいけません。そうか、残念だ。交渉決裂だな。もういいだろユイ、あとは俺がやる。
私は絶対に、絶対にその夢を諦めない。辛くたって、痛くたって、悲しくたって、悔しくたって、泣きたくなったって、絶対に、絶対、絶対諦めない。何度でも、何度でも立ち上がってやる。さくら、君は、君に比べて、俺は。あの時、マリシテンはまだ生きていた。機関だってなんとかなったかもしれない。動きさえすれば、体当たりで仕留められたかもしれない。いや、もっと時間を稼ぐことだってできたかもしれない。俺は、あの時、本当に全力を尽くしたのか。今のさくらのように、俺は、折れない心で立ち向かったのか。そうだ、ずっと胸に引っかかっていた。くそ！あの時も、ここに来てからも同じだ。俺は、逃げていた。仕方ないって言葉で、全力で頑張ることから逃げていたんだ。そんな中途半端な気持ちで、さくらと共に戦っていけるわけがなかったんだ。俺も戦う。俺にも戦わせてくれ。俺の期待、なんでだ、なんでないんだよ。神山君、その言葉を待っていたわ。え、将棋丸来ました。クルマさん、きっちり間に合わせましたよ。お疲れ様。さすが B1 メカニックね。よくやってくれたわ。さあ神山君、あなたの出番よ。お行きなさい。あれは、量子戦闘機無限、あなた専用の機体よ。量子戦闘機無限。神山君、あなたの中に芽生えたその思いを戦いにぶつけなさい。無限はそのための武器、必ずあなたの力になってくれますわ。了解。神山清十郎、量子戦闘機無限で出撃します。夢を見るのはいいけどな。けどその夢は叶わねえぜ。なぜならお前には夢を叶える力がねえからだ。お前の夢、俺が潰してやる。悪く思うな。何者だ。帝国歌劇団花組隊長、神山清十郎、行ってまいる。神山さん、ありがとうございます。さくら、待たせてすまなかった。さくら、俺についてこい。何か言ったかい？いえ、何でも、何でもないです。俺は、君がこんな姿になるまで立ち上がることができなかった。すまなかった。俺は、本当にダメな隊長だ。いいえ、神山さんはダメなんかじゃないです。だって、神山さんは私を助けに来てくれました。ちょっとかっこいいです。さくら、ありがとう。
やるじゃねえか、神山清十郎。相手の駒か。喧嘩は一旦休憩だ。先にあいつらを片付けるぞ。俺たちは左をやる、右は任せたぜ。わかった。なかなかやるな、その新型機の力、大したもんだ。助けが欲しいならいつでも言ってくれ。なめるんじゃない。上海の竜の方向、その目に焼き付けろ。そこ、えい、行きます。そこ、えい、そこ、えい、もらった。そろそろ行くとしますか。さくら、行くぞ。この空間を出る方法を探すんだ。はい。おい待て、お前たちの力じゃこの先は無理だ。はい。はあ、はあ、行きます。まだ嫌がるか。仕方ねえ、ここは任せて先に行け。こんな奴らさっさと倒すよ、ショウロン。よし、さくら、ここは上海に任せて先に進もう。はい。と行きます。二人とも、この空間を作り出したコウマは必ずどこかにいるはずですよ。そいつを探し出して倒せば、その空間から脱出できるはずよ。すみません。行きます。行きます。それらしいコーマはいませんでしたね。もっと奥の方にいるのかもしれない。
先へ進もう。出しました。はい。いや。スタ。行きます。スタ。いや。行くぞ。はい。あんたもしかして本当にすげえやつだったのか。初めてでそこまで動かせるなんて信じられません。行くぞ。そこ、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 いくら来ても一緒。この先に強大な揚力反応があります。見つけたぞ。この空間を作り出したコウマだ。行きましょう、神山隊長。コウマを倒してこの空間から出るんです。回復します。行くぞ。これまでの敵より数段でけえぜ。大丈夫なのか。無理ですよ。勝てるわけありません。無理をするな神山。俺たちが行くまで待ってろ。勝てるわけがない。確かにそうかもしれない。でも本当にそうなのか。今できる全てを尽くして立ち向かえない敵なのか。俺は全力を尽くす。そして俺たちの力を信じる。俺は絶対に諦めたりしない。自分に言い訳するのはもうたくさんだ。さくらが教えてくれたんだ、全力を尽くすことを。諦めない心。神山さん、私も神山さんを信じます。二人ならきっと勝てます。正気かよ。隊長、考え直してください。はあ。行くぞ、さくら。巨大コーマを撃破し帝都の平和を守る。了解。そのコウマの弱点は頭部よ。攻撃を避けて頭部を狙いなさい。サクラたちだけじゃ無理だよ。
私たちが行くまで待ってて。さくら、本当に大丈夫なのかよ。やはり私の分狂いはありませんでしたわ。気迫を感じる素晴らしい戦いぶりを。神谷さんと協力してコーマにとどめを刺しなさい。了解。いざ、さくら、二人の力でコーマを倒す。それで終わりだ。全部倒しちゃったんですか。すっげーな、あの隊長。私もあんな風に戦えるかな。帝国過激団、少しは認めてやるぜ。なんだ、案外やるじゃない、あんたたち。ありがとう、なんとか勝つことができたよ。いい動きをしてたぜ。お前と戦うのが楽しみになってきた。じゃあな、過激団対戦で会おう。まだ私たちにはかなわないと思うけど。やりましたね、隊長。一時はどうなることかと思ったけどな。びっくりしました、私たちの隊長がこんなに強いなんて。神山さんは昔から強いんです。お前が威張ってどうすんだよ。でも良かったです、これで解散しなくて済みそうですね。そうだな、楽観はできないけど、いや大丈夫、帝劇は、帝都は俺たちが守る。そうだよな、みんな。はい、どうぞ。もちろんです。よし、それじゃそろそろ戻ろうか。待ってください、仙人さん。戦いに勝利した時の花組の伝統、ご存知ないですか？花組の伝統？なんだいそれ。こうするんです。いつだって帝国歌劇団はとってもかっこいいんです。せーの、勝利のポーズ、決め！やっぱり魔幻空間。はい、姿は確認できませんでしたが、間違いなく上級コーマの仕業です。上級コーマ、おかしいわね、それほどのコーマが帝都に現れるなんて。
した帝国歌劇団ですが、まだまだ問題が山積み。どうにかするにはあれやこれやって、私がやるんですか。次回新桜大戦、手のひらほどの幸せ、大正桜にロマンの嵐。隊長さん、私お願いがあるんです。それでは皆さん、ご一緒に乾杯。今回は本当にお疲れ様。主君賞はもちろん雨宮さんね。そんなことありません。勝てたのは神山さんのおかげです。いや、お前は頑張った。頑張れなかったのは私だ。私もです。申し訳ありません。なぜ謝るんだ。生きて戻ってこられた、それだけで十分じゃないか。初歩もクラリスもよく頑張ったよ。ありがとう。はい。お、失礼します。皆さんにご報告があります。あら、何かしら。まずはこちらをご覧ください。これは帳簿？はい、大帝国劇場の資産状況です。結論から言えば、帝劇の運用資金がつきました。神山隊長の無限、その費用が高くついたのが原因です。俺のせいですか。ですが、無限がなければ戦えなかった。分かっています。ですが、それはそれ、これはこれです。カオルさん、資金がないということはもしかして。はい、当面お給金はありません。光熱費も食費もゼロです。おいおいおい、どうすんだよ。給金はともかく、飯抜きだけは嫌だぜ。わっ、私の本を売るなんて言わないでくださいね。帝劇がなくなっちゃう。あったのになくなっちゃう。困りましたわね。ねえ神山くん、どうしたらいいと思う？舞台公演をやりましょう。お客さんが入れば資金も調達できます。それはいい案ですね。賛成です。ですが、舞台公演を行うにはいろいろと問題が。そうね、公演を行うにしろ、コーマと戦うにしろ、必要なものが2つあるわ。というと？人は城、国は人なり。たくさんの孤児が言っているでしょう。つまり、人よ。紹介するわ。世界が誇るスター、アナスタシア・パルマ。ここに来れば退屈しないって、星たちが言ってたけど。確かにそうみたいね。さん、有名な人なの？知らないのかよ、さくら。世界的に有名な大スターじゃねえか。皆さん、ごきげんよう。私はアナスタシア・パルマ。帝劇の舞台に招かれるなんて光栄ね。
花組の名に恥じぬ働きを約束するわ。あなたがキャプテン神山かしら。ええ、花組隊長の神山清十郎です。よろしく。そう、あなたが先日の甲馬との戦いでは目覚ましい活躍をされたそうね。私もこの目で見てみたかったわ。アナスタシアさんには花組のスターとして舞台の花を務めてもらいますわ。そしてもちろん歌劇団の一員として戦いにも加わってもらいます。戦いにも？大丈夫なのか？もちろん、そちらの腕も期待していただいて結構よ。さすがだな。頼りにさせてもらうよ。なんつうか舞台も戦いも一気に戦力倍増って感じだな。世界一の演技を間近で見られるなんて、はあ、幸せです。ところで支配人、必要なものが2つっておっしゃってましたよね。いやー、よかった。忘れられてるんじゃないかと思ったよ。レイジ、お前なんでここに？おいおい、なんでとはお言葉だな。もう一つの秘密兵器とは俺のことよ。お友達ですか？ああ、兵学校時代の同期、シバレイジだ。俺が戦術本科、あいつが機構整備科で首席同士だった。清十郎とはいろいろと張り合ったもんさ。いわば永遠のライバルってやつかな。ああ、また一緒に頑張ろう。期待しているぞレジ。はあ、お前本当に清十郎か？熱でもあるのか？ああ、そうだよな。お前はそういうやつだ。お前に真面目に答えた俺がバカだったよ。そうそう、そういう感じがお前っぽいぜ。うるさい。何なんです？仲がいいんですか、悪いんですか？男の人ってよくわかりませんね。芝君には技師長として主に量子戦闘機の整備を担当してもらいます。他にも舞台や設備の修理もお願いするわね。了解しました、スミレさん。ま、お前が来たなら安心だ。しっかり頼む。おう、任せとけ。それじゃあ私は部屋に戻ります。神山くん、後で私のところに来てくれる？はっ。どうぞ。
来ましたわね。ご用は何でしょうか、支配人。あなたの昇進の話ですわ。昇進ですか。ええ、神山清十郎、あなたを帝国歌劇団特命宣伝部長に任命します。はありがたく拝命いたします。て、特命宣伝部長。歌劇団でのお仕事のお話を、宣伝部の部長をお願いしたいの。はあ先ほど説明した通り、大帝国劇場は財政の危機にありますわ。この問題を解決しなければ歌劇団大戦に参加すらできない。参加できなければ優勝も何もありませんわ。だから何としても公演を成功させる必要があるのよ。スターとしてアナスタシア・パルマを迎え入れることはできたけど、それだけでは不十分。兵役を民衆にしっかりとアピールするためには強力な宣伝活動が必要不可欠です。なるほど、理解しました。重要な役目ですね。話が早くて助かるわ。それじゃ早速だけど、これを使ってみて。このボタンがついた箱はもしかして。自爆装置ですか。押したらドカーンって爆発するとか。そうですわね。ある意味自爆みたいなものかもしれませんわ。ですよね、違いますよね。その箱を持って、そこにある台の上に乗ってちょうだい。それから箱の赤いボタンを押すのよ。わかりました。この赤いボタンを押せばいいんですね。そうですわ。やってみていただけますこと。なんだこの格好は。一体何がどうなったんだ。からくり宣伝人形大帝国劇像、略して劇像くんよ。この劇像くんに変身し、帝劇を宣伝する、それがあなたの新しいお仕事。劇像くん、動きにくいし外もよく見えない。劇像くんに変身するためのその台は、必要な時必要な場所に設置させるわ。特命宣伝部長として劇像くんに変身して帝劇をしっかり宣伝してくださいましね。全力を尽くします。宣伝はこの劇像くんにお任せください。その姿で人の言葉を話すとか考えられないセンスですわね。どうすれば。象といえばパオーンですわよ。さあ、行ってごらんなさい。ちょっと恥ずかしいけど、こうなったらやるしかない。パオーン。素晴らしいですわ、神山くん。これなら心配ありませんわね。本当にこれでいいんでしょうか。大丈夫でしょうか。見事な象っぷりでしたわよ。くれぐれも劇像くんのイメージを壊さないようにね。パオーン。それじゃあ手元にあるボタンを押しなさい。
元の姿に戻れますわ。ご苦労様。気分はどう？なんというか、その…すごい仕掛けですね。一瞬で姿が変化するなんて。あっ神崎重工、トップ技術の結晶ですわ。力の使いどころ完全に間違ってるな。どうせなら無限を量産してほしい。最後に一つ、劇蔵くんの中に神山くんがいることは絶対に秘密よ。お客様の夢を壊すわけにはいかないもの。それに正体を知られていない方がいろいろと便利なこともありますしね。確かに劇蔵くんにバカれば普段聞けない情報を集められるかもしれないな。それでは早速宣伝の任務を命じます。大帝国劇場ロビーの劇蔵台にて劇場の宣伝を行いなさい。は、宣伝部長として全力を尽くします。
よう、ちゃんと仕事してるか。ブラブラしてるやつが言うセリフか。何の用だ。機体の整備状況を聞きに来たんだ。後部は治るのか。動力となる量子水晶がもう限界だ。あの空間の影響か、完全に使えなくなってる。直せるのか。さくらちゃんの後部だけはなんとか。アツコちゃんとクラリスちゃんのは無理だな。俺の無限はどうなんだ。さすがは最新鋭の量子戦闘機。深刻なダメージは受けていなかった。部品が届くまでは無理だが、届き次第完璧に仕上げてやるさ。そうか、よかった。ということは、その部品が届くまでお前は暇なんだな。まあそうなるな。よし、じゃあ舞台装置を先に見てくれ。古い設備のままじゃ公演も思うようにできない。はいはい、わかったよ。もう少し機体の状況を調べてから舞台に取り掛かる。花組十三箇条、清く正しい乙女を育てるための規律か。改めて考えてみると、帝国歌劇団って文字通り、この楽屋だっていつも女の子たちが。なんだかここにいるのがいけないことのような気がして。はっ、誰か来た。で汗かいちゃった。反射的に隠れてしまった。別にやましいことなんかしてないのに。誰もいないよね。いや、ここで汗拭いちゃおう。なんだと。まずいな、出るに出られなくなってしまった。仕方ない、もう少し待って。やめよう、こっそり覗くなんて卑怯者のすることだ。今はただサクラが出ていくのを静かに待つとしよう。はあ、さっぱりした。花組トップスター雨宮サクラです。よろしくお願いします。なんちゃって。アナスタシアさんも来てくれたことだし、もっともっと頑張らないと。頑張れ、雨宮さくら。えいえいおー。頑張れよ、さくら。君なら、なれるさ。花組のトップスターに。俺も力を尽くそう。さくらのために、花組のために。お、隊長さん。お、
隊長さん。こないだのコウマとの戦い、すごかったな。だいたい初めて量子戦闘機に乗ったってのに、あんた本当はすんげー強かったんだな。いや、まだまだだ。これからはハツコたちの力を貸してもらわないと。ああ、任しとけって。あんたとアナスタシアも増えてよ。これで花組勢ぞろい。コウマなんざ敵じゃねえ。そうだろ？もちろんだ。みんなの力を合わせればどんなコウマだって倒すことができるはずだ。そうよ、そうこなくっちゃ。その息だぜ。隊長のあんたがそういう気持ちでいてくれれば、私らはいつでも迷わずに力を出せるってもんだ。支配人の部屋にあったのと同じだな。よし、じゃあ宣伝の仕事。あっ、激蔵くんの参上だ。よし、返信完了だ。あとは来てくれたお客さんに激蔵くんでアピールすればいいんだな。さて、誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者？ん？なんだ？お、なんだ今の。よく見えないぞ。うわっ、波音とか変な声に聞こえた。もしかしてこれの声？というかこれは何？劇場くんのカラクリ像？お客さんじゃないようだな。となるともしかして、この望月あざみの目を盗んで像を置くなんてなかなかやる。望月あざみ、そうか、この子が4人目の花組隊員か。こんなところに謎のボタンが。ボタン？そんなものがついているのか。里の掟42条、謎を謎のまま捨ておくな。お、掟？押すのか。ちょっと待て。ポチッとな。とにかく叫ぼう。あおお、それだけ？それだけなんだよ。隠れているのがバレたらダメなんだから。うん、わかった。これはただのカラクリ像なら問題ない。バレずに済んだか。だけどなんだかいろいろと変な子だったな。Thank you.
来たか、清十郎。相談ってなんだ？舞台修理の目算でも立ったのか？そんなところだ。舞台を全部直すのに一日という感じだが、それでいいか？一日？そんな短時間で可能なのか？ざっと見たところ、問題点の洗い出しに3時間、修理6時間、予備3時間というところだ。うちのメカニックは優秀なんだな。わかった。それで進めてくれ。ああ。それと舞台のあらすじでも見せてくれれば、新しい大道具や仕掛けの提案もできるぜ。最初は人目を驚かせるセットで、客の目を引きつけるのが手っ取り早いからな。それは助かるが。変な発明品じゃないだろうな。兵学校の時から悪ノリが多かったからな。おいおい、そりゃねえだろ。みんな楽しんでたじゃねえか、お前も。確かに、こいつがこういう顔をするときはいつも驚くような発明を見せてくれた。今回も任せてみれば面白いことをやってくれるのかもしれないな。で、具体的にはどうするつもりなんだ？俺が開発した高精度量子投影機、こいつを仕込む。もともとは仮想戦闘訓練装置として作ったんだが、不採用になってな。戦闘訓練装置って物騒なものじゃないだろうな。安心しろ、あくまで映像を舞台に投影するだけの装置だ。ただその映像効果は興奮待ったなしを保証するぜ。シャンゼリゼ通りだろうが、ニューヨークの摩天楼だろうが、思いのままに舞台に再現してみせる。すごいな。それが本当ならすごい舞台ができそうだ。作業には明日から取り掛かる。まあ期待しておいてくれ。誰だ？君は、アザミ君？私の名前を知っている。何者？うん、何者でもいい。名前を知られたからにはただでは置かない。里の掟62条、秘密を知る者生かしてはおけぬ。覚悟召されよ。待て待て待て、これは君の隊長だ。隊長？君は帝国歌劇団花組の一人、望月あざみくんだろ。俺は神山清十郎。先日から花組の隊長を任されている。神崎司令から聞いている。隊長に会うためこの部屋で待っていた。その割にいきなり物騒だった。そうか、あなたが神山清十郎。新しい隊長か。改めてご挨拶つかまつる。望月流忍者、望月あざみ。これよりあなたの配下となる。ああ、よろしく。承知した。では、ごめん。どこへ消えたんだ、一体。しかし、忍者だって？アサミ、おかえり。みんな、ただいま。今さっき、戻ってきた。ん？さくらたちの部屋の方からだな。何があったんだろう。変わった格好の子ね。もしかしてメイドさんかしら？メイドじゃない、
忍者、それに望月あざみという名前がある。そう、ごめんなさい。私はアナスタシア・パルマよ。よろしく。そうだ、アザミ。他にも新しい人がいるの。紹介するね。俺のことかな。さっき挨拶させてもらったよ。隊長、引き続き見回りをしている。さっきの隊長以外に不審者はいなかった。人聞きの悪いことを言わないでくれ。とはいえ、ご苦労様。もう切り上げて休んだらどうだ。問題ない、大丈夫。忍者アザミ、悪の魔の手から帝劇を守る。忍者興味深いわね。詳しい話を聞いてみたいところだけど。そうですね、今日はもう夜も遅いですし、明日にしましょう。アザミは見回りを続ける。何かあったら連絡を。忍者消えた。本当に忍者みたいだ。すごい子が花組にはいるんだな。まずまずですね。いい手です。次も勝ちますからね。私が親ですね。まずまずですね。ふーむ。負けません、負けませんよ。
ふうな。覚悟してくださいね。ふうな。これでいいかな。これでやめにします。私が親ですね。まずまずですね。いい手です。いい手です。これでいいかな。ふーむ。
わかりました。聖兄さんが親ですよ。まずまずですね。
負けません、負けませんよ。やめたっと。私が親ですね。まずまずですね。望むところです。いい手です。これでやめにします。私が親です。まずまずですね。Thank you.
ブーム。ブーム。負けません、負けませんよ。ブーム。はい。次も勝ちますから。天宮さくらは強いんです。えっへん。それじゃまた遊びましょうね。
あれは…お願いします、アナスタシアさん。私を弟子にしてください。お断りよ。いきなりやってきて何を言い出すかと思えば、少々無礼じゃなくて。すみません。でもどうしても演技を教えてほしかったんです。あの、どうしてもダメなんですか。ええ、ダメなものはダメ。私は先生になるつもりはないの。二人とも話は聞いたよ。そうだな、さくらを弟子にしてやってくれないかな。俺からも頼むよ。神山さん、あなたまでそんなことを言うのね、キャプテン。私を便利な道具だとでも思っているのかしら。とにかく弟子入りはお断りよ。いくら頼まれても答えは変わらないわ。うう、取り付く島もないとはこのことですね。
さくら。みっともないところ見られちゃいましたね。アナスタシアさんに教えてもらえればもっと上手になれるって思ったんです。だけどダメでした。なあ、さくらって裁縫が得意なのか？ええ、得意というか、帝劇に来てから得意になったっていうか、帝国歌劇団はお金があんまりなくて、だから衣装とかも自分たちで作ったり直したり、そういうのをやってるうちに調達して楽しくなってきたんです。へえ、なるほどね。伝説の花組たちか。さっきそのポスターを見ていたよな。昔の花組はすごい人たちがいっぱいいたんです。伝説の公演、伝説のスター。私なんかじゃ全然叶わない。どれだけ夢を見ても追いつけない夢。そんなにアナスタシアの弟子になりたかったのかい？ん？そういえばさくらは以前に新宮寺さくらさんに助けられたって言ってたよな。私の憧れです。強くて綺麗で優しくて、私も新宮寺さくらさんみたいになりたかった。君ならなれるよ、そう信じてきたんだろ。そうですけど。その夢を諦めるのかい？さくらには強い思いがあるんだろう。私は、俺はそんな思いに気づかされたんだ。絶対に諦めてはいけないって。そのさくらが大切な夢を諦めてしまうのかい？私は諦めたくないです。でも神山さん、神山さん、何を見ているんですか？え？あ、いや、別に。諦めたくない、その気持ちがあれば前へ進めるんじゃないか？でも、気持ちだけじゃ前へ進む道が見えないんです。どうすれば夢を叶えられるのか全然わからなくて、アナスタシアさんからそれを学べると思ったんですけど。サラサラとしていてとても綺麗だな。え？ありがとうございます。髪を上げれば新宮寺さんみたいな髪型にもできるんじゃないか？いいえ、私にはまだそんな自信がありません。いつか追いついたって思えたら試してみようと思います。あ、このリボン。
か？新宮寺さんみたいに大きなリボンをつけてみたかったんです。いやあ、新宮寺さんにそっくりだよ。本当に本当。やった。これだけで新宮寺さんになれるわけじゃないですけど、でも形から入るのも大切です。さくらの瞳はどことなく新宮寺さんを思わせるな。色は違うけど宿す光の強さが同じっていうか。ありがとうございます。そんな風に言われたのは初めてですけど、とっても嬉しいです。もう神山さんのエッチ。何を。さっきから何度も見てますよね。何を考えているかバレバレですからね。反省してください、神山さん。神山さん、どこを見ているんですか？いや、そのブローチ素敵だなと思ってさ。あ、これですか？銀六百貨店で見つけたんです。家を出て花組に入って、これからここで頑張る自分にって。とても似合ってるよ。華やかで桜にぴったりだ。ありがとうございます。聞けば聞くほど新宮寺さんへの強い思いが伝わってくるよ。それだけ強い思いを持っていれば必ず夢を叶えられる。新宮寺さんみたいになりたい。その夢をまっすぐに追いかけていけばいい。神山さん、優しいですね。不思議です。さっきまで不安でいっぱいだったのに、神山さんに勇気づけられて心があったかくなって、私やっぱり。神山さん、さくら、その髪を撫でてもいいかい？ダメですよ、子供じゃないんですから。あまり見つめないでください。そのドキドキして。さくら、君の瞳は輝いている。何があったってその輝きが失われることはない。それがさくらの強さだよ。神山さん、君を信じている。どんなことがあっても負けたりしないって。ありがとうございます。神山さんは本当に優しいです。手を握ってもらうとドキドキしますね。まるで恋人同士みたいです。恋人同士さ。いや、恋人になっちゃおうか、さくら。神山さん、もう冗談ばっかり。そんなの、まだ早いです。はあ。
さくら、君はもう大丈夫なはずだ。はい、なんだか元気が湧いてきました。神山さんに勇気づけられて、私まだまだ頑張れます。ああ、応援している。君はもっともっと素敵になれる。そう。神宮寺さんのように。はい、ありがとうございます。私、諦めないでやってみます。アナスタシアさんには断られちゃったけど、でも絶対にへこたれません。神山さん、元気をくれてありがとうございました。何の声だ？さくら、あやすみよ。そこはもっと抑えめに。はい、先生。これは、もしかして。あ、神山さん。おお、なんだ。ちょっと。大したことないよ。大丈夫。朝からみんな揃って舞台の練習かい？ああ、
アナスタシアにお願いして私たちの演技を見て。今だけよ。私はコーチじゃないから。それでも助かるよ。ありがとう。でも本当のことを言うと、早く本番の練習を始めたいです。アナスタシアが来たのにまだ演目も決まってない。あまり時間もないからちょっと焦るわね。分かってる。だから次回公演の演目を決めましょう。主役はアナスタシアさんでいいんですよね。もちろんそうだな。アナスタシアのお披露目公演でもあるからね。分かってる。しっかり務めさせてもらうわ。アナスタシアさんと一緒の舞台に立てるなんて。アナスタシアさんの魅力を最大限に伝えられる演目が必要ですね。それに客の心をグッと掴むやつだ。そういう演目じゃないとやる。いろいろと考えはあるようだな。まずはみんなの意見を聞いてみようか。いろんな意見があるもんだな。何から決めるか考えてみてはどうですか。最初に考えるものを決めるか。そうだな。どんな作戦も初手が大切だもんな。脚本から決めてみるか。それがいいと思います。どんな舞台も脚本があってこそですから。
主演女優はアナスタシアさんで決まってても、やっぱりどんな話にするかでいろいろ変わってきますよね。脚本か。そういえばクラリス、君はいつか面白い話を書きたいって言ってた。言ってました。私言ってました。私もちゃんと聞きましたよ。いいんじゃねえか。クラリスならいろんな本を読んでるし。里の掟34条、機会を逃すな、やるだけやれ。そうね、書けるというのなら見てみたいわ。無理です。無理なんかじゃないさ、大丈夫、やればできるよ。どうかなクラリス、脚本をお願いできないかな。それは命令ですか。命令じゃない、だが帝劇の命運がかかったお願いだ。もっとひどいです。よし、とりあえず一歩前進。クラリス、よろしくな。はい。どんな物語になるのか楽しみね。すごいプレッシャーですよ。大丈夫、クラリスなら絶対面白いお話が書けるよ。期待してる。ワクワク。本当にどうなっても知りませんよ。クラリスなら大丈夫だよ。まずはやってみよう。そう言い切る自信はどこから来るんでしょう。大丈夫、俺たちだっているんだ。協力できることなら何だってやるよ。そうだな、まずは舞台装置に関してレイジに聞きに行ってみようか。はい。よー、清十郎。お、クラリスちゃんも一緒か。お邪魔します。あの、新しい舞台装置のことで。量子舞台演出機うつりちゃん、場面や衣装を瞬時に切り替えられる。相変わらず変な名前をつけるな、レイジ。バカ野郎、名前をつけるってのは愛情表現だ。俺の愛をバカにするんじゃねえ。場面や衣装を瞬時にって、そんなこと本当にできるんですか。ま、本当に変化させるんじゃなくて、そういう映像を映すってのが正解だがな。あ、なるほど。じゃあ、例えば湖を凍らせたり、野原がいきなり嵐になったりというのは。お茶の子さいさいだ。瞬きしてる間にやってやるぜ。本当ですか、すごいです。それじゃあ、もしかして、もしかしたら何かきっかけがつかめたかい。はい、ちょっとアイデアが湧いてきました。すみません、部屋に戻って書き溜めてきますね。失礼します。いい子だな、クラリスちゃんは。可愛くて仕方ないぜ。お前、格納庫イム、出入り禁止だ。おいおい、ひどいやつだな、相変わらず。今だってちゃんと役に立っただろ。うるさい。けどまあ、助かったとは言っておく。Thank you.
ー